はい、こんばんは。今日からだいぶ調子が良くなってきましたので、昨日のレアグリルズのライブでだいぶ調子良くなりました。本当にありがとうございました。皆さんご来場いただきまして。それですね、昨日のはですね、レアグリルズっていうのは、焼き鳥屋ですね。川越市駅の駅前の焼き鳥屋、焼き鳥ボタージュの店員シンクさんと、ビーリックですね、の2人が働いてるお店でございます。炭火で焼いたね、焼き鳥と新鮮な野菜を使って、そして美味しいお酒などもね、用意してますんで、ぜひ皆さん一度足をお運びくださいね。ちょっとおしゃれな感じで、上品な大人のお店っていう感じなんで、デートととかね、ちょっと特別な日にいいかもしれないです。それでね、昨日本当に元気もらって、まあ人間にはいい時も悪い時もね、波動が高い時と低い時があったりね、周りの人にね、影響を受けて波があると思うんですけど、その波がね、会う人と会わない人がいるし、その時にね、あ、ちょっとバンって離れたりとかする時もあります。それでそこでね、まあ離れる時の離れ方といいますか、ね、離れ方についてちょっと僕は考えたんですよね。その人間は必ずしも、今僕は37歳ですけど、幼稚園の時の友達とかっていないんですよね。小学校の時の友達も今いない。中学校の時友達も今もう一人も会ってないですね。近所にお店やってる人はいるんですけど、おうっていうぐらい。普段遊ぶ人なんてもう全くいない。で、高校の友達も、まあ、いますけれども、ほぼ会ってない。当時はあんなに毎日会ってたのに。で、今会ってる人っていうのは大体30過ぎてからの人、友達なんですよね。本当にこう、友達って変わっていきますんで、どんどんね、更新していくっていう感じなんですけど、もちろん、一人の人と長くいる人もいますし、それはまあ波動が一緒なのかなって思うし、まあ、あとはまあ許し合い。例えばね、こうぶつかった時に許し合ったり、話し合って理解し合ったりね、っていうのがあると思うんですけど、そこでやっぱりね、大切なのが、まあ離れる時もそうですし、ぶつかった時もそうなんですけど、やっぱ話し合いですよね。衝突してもいいと思うんですけど、言わなきゃわからないですから、やっぱ人は。結果ここだなって、今回はちょっと思いましたね。やっぱり相手が何を思ってるかっていうのを、どんな理解しようとしても、結局腹の底というかね、思ってることっていうのは理解不能なので、やっぱ伝えてあげないといけないし、こっちももちろん分かろうとする努力はしますし、そうしないとやっぱりね、モヤモヤするしね、なんだろうって不安にもなるし、まあね、あると思うんですよ、もちろん。年齢とか経験も当然あると思う。あと時代もね、もちろんあると思うんですけど、やっぱどの時代も変わらないことは、やっぱ感謝はしないといけないなと思いますね。昨日のライブですごいそれは感じました。どんな時でもやっぱりありがとう、ごめんねの繰り返しかなと思いますね。自分のね、まあこう気持ちを分かってもらいたいとか、自分はこんなに頑張ってるんだよっていうのをね、理解しつつね、それを分かる人は近くにまたいてくれますし、気にしてくれる人をね、大切にしたらいいのかなって。辛いのはね、それぞれ一緒だしね。それをだからあんまりね、周りに言いふらさないことかなって思います。自分の思ってることとか、
は人のことは周りに言いふらさない方が得すんのかなって思いますね。人のことを気にしてるんだったら自分のことを気にして進んだ方がいいのかなって今回は思いました。本当にレアグリルズのお二人、素晴らしいライブありがとうございました。でね、来月7月は1歩川越乙女で3本今決まってますけど、この他にまた2本追加でさらにミスターバイブスのライブもありますんで、皆さんお楽しみお待ちくださいませ。それでは新しく買ったね、このマイクからだったんで、綺麗な音声で聞こえたと思います。また明日会いましょう。では皆さん、さよなら。ありがとうございます。